裏すごレシピどうも、もっちです。はい、ということでね、はい、だいぶ前の企画なんですけれども、英語レシピっていうね、企画を前やったんですけれども、はい、英語レシピっていうのはですね、レシピが、英語になってるわけですよ。材料とかもね。はい。だったわけですね。はい。でも前回ですね、割とスルッと簡単に解けちゃったわけなんですよ。はい。ってことで、フランス語でやれば、難易度爆上げすんじゃね？読めんよ、そもそも。フランス語って普通に英語が使われてるんですよ。あ、そうなんだ。イメージだけどアルファベットが変形したみたいなやつない？多少あります。基本的には英語なんで、そこでちょっと難易度ちょっといいかなっていう感じで、今回はある料理のレシピをフランス語で書いてきました。はいはい、送りますか？送ってください。全然わかんねえ。作った時にですね、これめちゃめちゃむずいなと思ったんですよ。なんでちょっと下にヒントを2つつけました。読めねえ。むずいぞ前回は。むずいな。明らかにむずい。頑張ってください。はい、ということで今回はフランス語レシピやっていきます。やっていきましょう。よいしょ。じゃあね、前回はちょっとスーパーで作戦会議したんですけど、今回はここで作戦会議してからいきたいと思います。はい、まず料理名ポーレットフリート。なんかをあげてんだよな。ポーレット待って、いや分からん、ごめん。ポーしか合ってないけどポークなんじゃないっていう。ポークをあげる。そうだから唐揚げとかとんかつとかなんじゃないかっていう方向で一回考えてみよう。とんかつだとしてチョイスでポーレットな。絶対読めない。分かんないよ。読み方分かんない。感覚で言ったら細切れの豚肉とかじゃない？ああ、かもね。チーズデポレットとオエオ。あ、これチーズか。チーズあるな。チーズあるぞお前。チーズでポーレットしてんのか。なるほどな。なんだポーレットがマジでわかんなすぎるな。チーズフォンデュ。絶対違うよ。フリット。調味料は？オイルみたいな。オイルはそう油なんだけど、オリーブオイル的なだと思ったの俺も。オリーブオイルで揚げるのかなって思った。でジンジャーなんだよ。俺生姜なんだよ。ソースソジャ。ソースソジャ。ソースなんだよね。ソジャソースだな。このセサミさんはどうするの？セサミさん普通セサミじゃん。間違いない。セサミって何？サタミみたいな意味。あ、ごま。あ、それごまってことはなんとかでごま。なんかもう少しヒントないですか？少しヒント。ちょっとこのまま多分無理なんですけど。一生無理だよ。粉とかは入ってるよ。材料の中。だろうね。じゃあ多分フォリネが粉だよ。フリテが多分何かしらのあれだから、ファリネが粉でフリテがなんかだと思うの。いやでもさ、ごまどこで使うんだ。誰もさ触れてない下から2番目の材料は何？クソ投げ。読めないから。誰も読んでないし、誰も触れてないじゃんそこ。これひどい。これめっちゃむずいじゃん。チートみたいな文章があるんだけど、ごまあんなすぎる。進まねえ話が見えないもんマジで。俺から言わせれば結構いい線ついてる。もうポーレットは豚としていこう。もう豚肉です。豚肉としていこう。あとはその場のフィーリングで考えよう。それな。買ってきます。はい、買ってきます。買ってきます。さあ、どうなるかわからないんですけれども、とりあえずやっていこうと思います。はい、行きましょう。僕たちの出たアンサーとしまして何になりましたか？僕たちはこのポーレットフリット。はい。それはアンサーとしましては唐揚げではないかと。ああ、唐揚げですね。そのポーレット的なものがなんかなんて鶏肉とかチキン的な感じでレッドで揚げてますよ的なね。そうそうフリットで揚げてますよみたいな。そう。じゃあまずは一番最初の読めないけどチーズでポーレット。これは大元となるポーレット鶏肉ですよね。チキンとか鶏肉っていう意味でポーレット。はい、これヒューリテッドセサミ。セサミはごまらしいんだけど、そのなんとかヒューリテッドラチャチャンが微妙よくわからん。ごま油らしいです。多分ごま油。で、オーエフスはね、小麦粉粉系だと思う。あ、違うな。卵じゃね、このオフ。あ、オフス、卵。オフス、シュワ卵でいきます。卵。で、次がで、フェリーネフレフリット。が、多分小麦粉。で、フェシュルデポメデテレ。まあもうね、正直、缶っすよ。何がどれだか分かんない。もう唐揚げっていう山間張って唐揚げの材料を集めただけだから。そうね、調味料エルオイル。そうね、それはエルオイルがこれだな。うん、まあまあ多分油じゃあこれです。まあ油です。でジンジャーなんたらが生姜で、ソースソジャーが醤油。もうソジャーはソイだよね。ソイみたいね、ソイソース的なね。そうね、そうっすね。以上です。そうですね。以上です。はい。やっていきましょう。はい。このくだりね、俺ら二人ともね、頭見えてないから。首から見えてない。何してんの本当に。完成でーす。唐揚げ完成でーす。できましたー。できたね。できちゃった。まず食ってみましょうか。食べますか。マスターだから今回はね。え、美味しくないの？中はうまい。美味しそうなやつ。そうなんかね。味がね。でもまあ別に。うん。それがね。うん。唐揚げでよろしいでしょうか。はい。大正解！マジかよ。正解するんだ。まあヒントの解説、この謎解きの解説をいたしますと、お願いします。それは本当にお願いします。マジで分かんなかったからね。つながってるですよね、要は。何でつながってるの？血がつながってると。あれはですね、鳥と卵だったんですね。つまり血がつながってるというヒントだったんですね。むずっ。それが分かったところと分かんない。日本語でもむずい。鳥と卵がつながったところで唐揚げだってならないですよ。鳥フライ。鳥の揚げ物からね。鳥からね。え、何だったの結局その。まずこのさ、チュイスデポーレットは何？それは鳥もも肉。おお、じゃあ合ってる合ってるって言っちゃう。この。これわかんない。それ卵です。おお、合ってるね。すごい。合ってるね。で、ファリネンフリーテは。ちゃって。多分唐揚げ粉なんだよ。うん。やっと片栗粉かな。ああ。なんかその辺の粉系ですね。粉系がまず2つ入ってるんですよ。あ、そうだね。うん。そう、言ってるね、そうやってね。で、唐揚げ粉みたいなのがあと1個入ってて。なんかめっちゃ長い。このファークルデポメデトリは。それあれでは粉です。多分。薄力粉かと、その辺が多い。まあ粉類ね。調味料はオイルはニンニクです。ええ、なるほど。じゃあこのジンジャムパウダーはこれは生姜。これは生姜ですね。生姜普通に。ソースシャジャは醤油。おお。ほぼ正解じゃない？結構ね、だからね、ほぼ材料は合ってたんですよ。なるほど。ちょっと俺これ次出題者やるわ。やりたいやりたい。というわけで今回はね、フランス語レシピやったんですけれども、難しかったそうですね。僕たちのね、知らない言語まだまだ多くあるということでね、次回春樹が出題するということで何語になるかわからないですけれども、次回作をお待ちくださいということで、ありがとうございました。ありがとうございました。